あなたの役職は人狼です。ね、<ッ>夜が更けました。人狼に気をつけて人狼のかお願いします。行ってください。どうも。占いでますか占いでたいな。順番的にこれ、先の方がいいのかなです先の方が、うん、いやでも、今人出るのかなまあ、占いしよう。あ基本はそうします。うん 夜昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。一週目トップアッターをお願いいたします。占い師をいたします。7番にランダム賞を刺さりました。7番です。お願いします。 7番さんにランダムショーです、はい、あー先生まずは占い師ということでエキ士とか彼について触れていこうかなって思ってます。キ士さんは、まあ、平和村以外だったら基本的に潜伏でお願いします。はいまあ、僕、まあ、2, 2週目とかでツリーチャーは1週目の発言から頑張って上げていこうとは思うんですけど、まあ、2週目の皆さんの発言的になんか あ、ーなんか俺釣り位置上がってんなーみたいな感じになったら、キシシーをしていられるか合わないんですけど、まあ。平和村釣り位置に上げられる以外は、ちょっとキシシーをしないでほしいかなと思ってます。霊能に関しては、まあ、一週目から出てきてもらってもいいですけど、そこはまあ。霊能さんのセンスに任せます。はい。お願いいたします。五<え>番。のプレイヤーが発言します。 はい、おはようございます。はい、占い終了いたします。えっと、7番さん、乱四郎。これ、角四郎ですかね。お、oh えー、そうですね。えっと、7番さんが乱四郎です。でね、うーん、まあ、4番さん、自分目、うん、強人かなと思ってます。えっ、ー、と、うーん、そうだな進行論。うーん、まあ、今、占い2人出てるんで、棋士潜伏で大丈夫で。まあレノは、例さんは出ていただかないとって感じです。まあ、岸さんの、 もうあれですね自分の判断で出ていただいても大丈夫かなと思いますけど、うん、そうですね。はい、2周目伸ばしていけたらなと思います。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。お願いします。ということで、4号占い、把握しています。 うん、まあ、2周目置かなって、僕視点完全に思ってたんですけど、まあ、5番さんって明らかにおかしいこと言ってて、4番さんを強人で行く奥、置く意味もわかんないし、まあ、多分4番さんを強人で置いてるから7番さん隠しろという発言も出たんだし、けど、まあ、7番さん隠しろではないですよね。7番さん強人の可能性もありますよ、全然。その線も追ってない。盤面が見えてるのかなって、それはよいそしゃました、5番さん。<laughs> 発言的に。 だから4号どっちかといえば、まあ、5の方が黒っぽいかなって僕は思ってますよ。うん。占い精査そんなところで、それ以外別にグレーも今僕,僕の位置だとないんで触れれないんで、2周目考察伸ばしたいと思います。4号だと5が黒く感じてます、今のところ。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、えー、7番のラビット陣営で約束しようとはありません。 えっと、4号の精査なんですけど、6番さんが言ってたことって、なんか、うん、私はそんなあんま分からなかったですね。すいません、聞け間違いなのかも、うん。聞けてなかったかな拾えてなかったかな分かんないけど。うーん、強制な可能性は確かに村人目線だったらありますよね。うーん。でも、どうなんだろう。でも、隠せろって噛まれますかね 二、うん、週目それ聞きたい。隠しのの人って噛まれる可能性めっちゃ高いんで、あのー、なんか、噛まれるのかなって思いました。はい。なんかそれぐらいですかね。グレーツで狭まらないように隠しの噛まれるみたいな、うん。普通ですね。それぐらいは、それ以外はあんまりないです。以上です。8番のプレイヤーが発言します。 まず、占い師目線、白が出てるところって、自分目線、隠し白なんですよ。隠し白ね。だから、5番さんが7番さんにと、と、同じ、4番と同じ7番白っていう結果で、隠し白って言葉出るのおかしいの。例えば5番さんが9番さんに白出てても、あなた目線9番さん隠し白なの。で、かつ、もう一人出る可能性があるじゃん。3CO の場合、村目線7番さん隠し白じゃないじゃん。 っていう目線が欠けていることから5番さんは4番さんのことを死んだと思ってるその結果を信じて7番さんを隠しろって言っちゃってるから5番死切っていいと思いますねで6番さんはあの白ですよ狂人も隠しろの人が狂人であるっていうのは全然ありますよ、まあ、5が黒っぽいって言ってたから人外のことを黒って把握してるのかな狼が黒で白があの人間ですよ狂人も人間ね 六番さんに関しては、言葉の把握違いかなと思います。九番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。そうね、うん、四号は。えっ、ー、と、まあ、一番手、二番手なんでね。うん、発言的なフラットだけど、五番さん視点の四教授に見えるっていうのがちょっと違和感。えー、で、えっ、ー、と、単体精査ではね、けど。 えと5番が7に <laughs> 白打ってわざわざ隠しろを作りに来てることに関しては <coughs> その点だけでは5の方が真はあると思って <laughs>、うん、もし5が人外ならわざわざ隠しろを作りに行くのって人外目線ってすごいなんかあのデメリットしかないんですよね隠しろが作,っちゃうあの作れちゃうから、うんでえーとまあ、7番さんねあの噛まれるかなって言ってたけどもし、えー、4号が 心境、えー、なら7番さんはかまれます。4号が新郎なら、えー、7番さんはたぶんかまれないと思います。まあ、強人あるからね。<laughs> 6、8に関してはフラットです。<laughs> <なん>で <laughs> はい、ピシッとばします。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。1番です。ブラビトジンでした。特に仕様はございません。えー、っと4号占いで七2人とも白ね。です え正直、4号に関しては、9番さんもほぼ俺,く俺が言おうとしたところをまあ9番さんが言ってくれたってところなんですよね。だからまあ、うん、結構白い。俺目線も9番になってきに思ってますどこがうん。で、6、8に関しては、えーっとね、印象なかったんで、印象ないんだよな。なんかそこまでなんか特段黒い要素はなかったってことですね。はいそれきゃんのか <laughs> うーんでなると、まあまだ2、3の発言まだ1周目終わってないから2周目の考察になるんですけど。うーんってね、6、8のどっちか,か気になることあったっけな。9はほぼ言ってるだしな。まあ8はなんかね、6となんかどっかになんか言ってることっ発言します おはようございます。村人陣営です。特に仕様はありません。うん、そうだな、4号、5、うん、あんま審議、俺はまだつかないかな。ただ、俺、8番さんの言ってることは、うん、結構、 印象いいと思うけどね、それについて1番が8番印象良くないって言ってた、良くないっていうか覚えてないって言ってたけど、それはよくわかんない。で、9を無駄置,置きっていうか白置きしてんのもよくわかんなかったかな別に9番ってそこまで白い発言してなかったけどね。うん、現状グレーだと1が結構怪しいかな。うん。で、もし4号にオオカミいるんだったら相方1と6になると思って、じゃないとオオカミって前半に出る意味ないから、で、もし4号が新相だったら、1>, ね、1番、1> うん、狼かなって思ってるかな現状うんまあちょっと時間ないか説明できないけど今日はこんな感じかな以上です3番のプレイヤーが発言します、はい、お願いしまますすすはいいお願村人陣営ですえー、と霊能はこれ潜伏を決め込んだってことでいいのかないやみんな「ゴ」にせっぽいって言うてるんやけど僕は「ゴ、えー」GO、がね34を懸念してないところがもしかして芯があるんじゃないのって思ってるんよね。 ただ発言的には偽なんかなとも思うから、4号の真偽っていうのはつけれん。だけそこで8番さんが5を完全に偽置きしたっていうのがちょっと気になってます。なんで、えー、後の人はね、印象ないよね。8番さんの,その意見が気にはなった。もうすごい。4号の真偽って方ほ法つけれんと思うんやけどな。まあ、ただ意見が違うっていうだけかもしれんけど、5番の三振を懸念してなかったっていうのがちょっと気になる。で、陣がやったらわざわざ7に。 ね、白をかぶせに行くかっていう目線もあるんで。まあ、二週目ちょっと聞いて、発言伸ばせたらと思います。四番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。九番霊能士を対抗いますかって感じ。もう九番霊能で確定させちゃっていいですか。もう発言伸ばしたいんでいい、もういいですか。五四三日頼りで。 あまあ、5番に関しては心境どっちもあるけど、まあ、正直まだ精査はついてない。以上、今日はグレー,グレーに触れていくことが大事だと思ってます。はい、グレーに関しては、まあ、一番印象いいのが2番時点で8番時点で6番、3番で一番悪いのが1番って感じかな。うん2番は何だっけわかんない。忘れたけどなんか、<laughs> 1番がね、何より怪しいのってさ、9番の便乗しか言ってないんでね、1番の発言、あー あーもう全部出てきたな、これ。騎士いるああ、そう。うん7番が強人だった場合って、ここで騎士、CO、をするかって話をしようか、じゃあ。うーん。珍しい22番面だな、これは。騎士2の占い師に。こういう場合って何からつっていくべきなんだろう。 うん、グレーなんかな新規するわけにいかないけどね、なんなら4号ローラーでもいいのかなって感じやけど、5番、うん、てかそうだ、その白角作り、白角っていうか白かぶせに行ったあたり、その盤面的には5白いよねって言ってる人、まんまあと騙されてるんだよねって話したい、俺は。そういうのを狙いに行った信教者新信教じゃない、老老ってかま狂、あ、人、人狼に俺は見える。うん、てかその、狂人をきしたとこも、 6番が言ってたけど意味わかんないし、そこの言葉の違いかなって言ってた8番も結構印象がかった。まあ、9番もそこについて触れてたけどなって感じ。5番のプレイヤーが発言します。はい、はい、えっと、まあ、初日の自分の発言についての、まあ、ちょっと、まあ、殴られたんで、一応言っとくと、まあ、ちょっと自分も軽率だったかなと思うんですけど、えっと、まあ、4番さん、えっと、まあ、自分目線4番さん、えっ、えー、と、えっ、ー、と、狼か、えー、狂人なので、えっと、 狼だったら、えっと、そんな白、えっと、ま、あ乱白でお,お,いおけに、おけにいけるかなーっていうのはありました。なんで、まあ一応っていう、そういう感じではありまして、まあグレーセーちょっと騎士に出てきちゃった。うんー、ちょっとグレーセーサー、うん、自分さん的には、ううん、そうだな、ちょっと。 一番さんが便乗気味っていうことで、まあこれも自分便乗気味になっちゃうんですけど、まあ。でも棋士か。そうだな。騎士教授面でも見てるけど。うーん、そうだな。八番。やべえ、わかんねえな。ちょっとこの盤面がマジで初めてすぎてわかんない。騎士がにこの段階で出てくるか。 うーん、これ、俺、占いだから、結構、うん、これ、どうしようかな。まあ、4号ローラーの話出たけど、それなら、えっと、先4番さんから言ってほしいな。もしそうなるなら。うーん、うんと、完遂でもいいので、そうだな。まあ、例の進行頼み。6番のプレイヤーが発言します。 はい、時間ないんでちょっと早口でいきますよ。いいですか、この番円4号が占い、えー、17が棋士ってことは4号に1陣外、えー、17に1陣外そして6823に1陣外9は例の確定でしょ。ってことは17っていうのは4か5、どっちか5へするんで、例えば1番が5番超え、7番が4番超え。 でもし占いが噛まれた場合っていうのはそれを防衛してた反対の棋士を芯を切る。わかるで、そのどっ,ちをどっちがどっちを守るかっていうのは9番さんが決めて例の確定してるからもし7番さんの方が新棋士だなって思うなら7番さんが、えー、4・5どっちか精査して、えー、4番さんが新占いだなって思ったら7番さん4番守ってみたいな。9番さん分かるね、そこは。9番さんが指定して、うん、クロス防衛ね。で、今日はグレーズリよ。 から1人釣る今日はいい、うん、そういう進行ね絶対にそれ以外に飲めませんでちなみに4五星さすると俺4の芯目は切ってます、はい、俺5芯だと見てますよだって4番3って5番3をん、えー、心境で追ってたじゃん4番3して5番3っていうのは、えー、強かうでしょうんもう俺4番3の芯は切ってるってとこ まあそれを出現と捉えるか言い間違いと捉えるか9番さんが決めればいいけど俺は出現と捉えるよで45ローラーとか言ってたしねシ占いがローラーなんて提案しないでしょ絶対5番さん釣ってくださいってなるでしょせめてローラーを提案したにしても5番さんみたいにね俺4番のシーンは切ってます以上7番のプレイヤーが発言します はい、えー、っと、一番が対抗出てきたんで、まあ、強存か人狼だと思います。えっと、うんまあ、強存か人狼のどっちかですよね。うん。で、えー、っと、九番がなんか、えっと、六番が言ってたんですけど、九番がなんか指定してくださいって言ってたんですけど、 で、めっちゃ5番のことをせにゃ見ててで「戦況」って私も4番か言ったの聞いてたんですけどそのあと「朗ってちゃんと言ってたんでうん456みんな早口で焦ってるというかまあ時間が足りないゲームじゃないですかこれって常にだからあのまあ早口だからそ言い間違いで済む話かなと私は思ったんで めっちゃ、そう、そこで4を叩くっていうのがちょっとよくわからなかったし、めっちゃこのこと信頼してたし、うん、普通に、あの、隠しろを私、この段階では一応、なんていうか、もらってるわけじゃないですか。八番さんが巨人だとしても白だって言ってたんで、うん。私、新規戦なんですけど。で、んだから、なんていうんだろう。今日は、私的には、 4番が白だと思うので4号ローランなら5番から釣っていきたい結構6番とのラインが見えたかなってところですねあと1番さんは普通に発言伸びてなかったし二2番さん叩いてたし、うん、私は51のどっちからか釣っていきたいと思います、まあ、1番角黒8番のプレイヤーが発言します占い師2人狩人2人の時騎士2人の時はえっとね 9番さん聞いてどっちかをローラーしなきゃいけないでしょ。二人、二人出てるんだから。どっちかをローラーしなきゃいけない。ってなった時に、占い師をローラーします。あの、6番さんが言ったグレーズには絶対やっちゃダメ。ローラーする時間がなくなるから。占い師をローラーします。で、えー、っと、どうするかっていうと、9番さんが1番さんと7番さん、死んだと思う方に先に守ってもらいます。例えば7番さんのことを死んだと思うだったら、 7番さんが、じゃあ最先は9番さんを守ります。で、1番さんは占い師のどっちか守ってくださいと。で、次に1番さんが9番さんを守りますみたいな感じで、9番さんを交代交代で守るの。6番さんの言ってる論で言うと、9番さん噛み抜かれちゃうよ。6番さんは9番さん噛みたかったのかな。占い師を交互に守ってたら、例の噛まれちゃうからね。今日は占い釣りですよ。占い釣りに。4番さんの言ってた占いローラーっていう発想はすごくいい感情だと思いましたよ。 番さんは占いローラで真っ真先に出たよねまあそれは、まあ、5番から釣ってほしいっていのはもう言うまでもないけどね、うん、そこをつかかる意味が全く分かんないだから9番さんは、えっと、カリウドに指示してであとは占いどっちかに入れてくださいって感じで指示してくださいね、まあ、9番さんがあの死んだと思う方を先に守ってくださいっていう感じで交代交代ね分かった、okay. 今日はグレー釣りは絶対ないですよグレー釣ってたら明日 決め打ち、あさっても決め打ちしなきゃいけないからね。の,の。ローラーを絶対すべきだからね。OK、9番のプレイヤーが発言します。うーん、どうしようかな。<laughs> 6話さんの案の方がよかったんけど、まあ8話さんの案もわかるね。うん。う確かに、まあ8話さんの案の方がいいのかな。うん、占い決め打ちか。でも4番さんが、えー、飲んでることから、うちはまあ占いくらのいの5行くよ。 明らかに5の芯って落ちてるからね、もうなんか、うーん、<laughs> 1にしか触れてないしさ、うんグレセーサーを、あの、占いとしてのグレセーサーってすごいなんか全然してなかったでしょ、5番って。うん、うちはもうほぼ5の芯切ってるけどね。うん。えーっと、そうね、でどうしようか。そう、占い決めるし、すんならうちは5行くよ。 5の色を見る。ね、はい、えー。で、えっ、ー、とー、1番さんは4守り、7番さんは私守りでいいです。うん、それでいきましょう。うん。めそうだなで、4番さんは明日えっ、ー、とー、2、3、8、占ってくださいど。どこか。うん、そこはセンスに任せます。あ、6もか。うん、六も。2、3、6、8、好きなとこ占ってください。はい。えー、で、いいかな うん一七置いときますね。はい。で、あしたきは、えっ、ー、と、五番さんの色を見ます。でいいです。うん。まあ、確かに8番さんの6は9を噛みたいかなっていうのを思ったけど、6番さん、すごいなんか、ムラみあるって思ったけど、うん、まあ、どっちもね、ムラみあるんですよね、うん。でも今日は8番さんのアンチ。 はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、もう自分目線で、ね、7強人の45に一人類いるっていうことだけは確定してる、俺目線ね。えー、っていうと、まあ、9番さんどこを釣るのかなっていうふうにちょっと言ってほしかったっとこですね。<laughs> 占いで行くんだったら、全然話聞いてていいじゃん。それぐらいかな、多分だよね。 で、6番が気になってるのは、6番ってこの4を新にってるから、4ずりになる4ずりに行きたいっていうふうに言ったんだよね。ってなると、9番目線って 5, 5を釣り寄せてるのかかわらず、6をなんか村,村に置くのはちょっとおかしいのかなっていうふうに思った9番の発言でね。まあ9、9はもう例の確定してるから、でどこっすね。だから 六 <coughs> がもう四4を釣りあ 5,、あのー、死んでおいてないっていうふうに運だった場合、五人だった場合、五六のラインもあん,あんじゃないなっていうふうに思ってます。どんぐらいかな。七 <coughs> は噛まれそうで怖くてできた人ですよ。グレーから行くのそれとも、グレーで行くんだった場合、俺六から行きたいなっていうふうに思ってま <coughs> んで占いで行くんだった場合、この4号のどっちかからどっちかに行きたいんだけど、正直俺俺からか、俺はなんか4号に関しては、どっちが黒かどっちか、新占いっていうのはまだ分かってないんだよね。占いって2日目から、占いは2日目からの精査かなっていうふうに思ってるから、4号の精査に関してはついてないってとことですね。はい。2>, 2番のプレイヤーが発言します 1>, 1番も9番も言ってことおかしくね <laughs>、うん、?6 の案って無駄にないけどね、分かってる9番。名場合紙、かちゃんであのアンてどこに無駄にあんのか、俺にはよく分かんなかったけどね。がで6が非常に4進気痛いことか俺、5読でやっぱライン見えちゃうかな。うん、5も逆に信用さなかったけどね、6番なんか4がりすりきっていうかどうだ 飲んでるか、芯切るって言ってたけど、5番もローラー飲んでるからね、言っとくけど。うん、だからね、うん、56かな、うん。で、9番さんに言ったんだけど、5で芯切るんだったら、岸、うん、に完全に9守らせた方が俺いいと思うけどね。うん、だって、これで5黒出たんだったらさ、71っていうのはもうさ、どうあがい,いてもっていうか、もう100%強靭なんじゃん。 そうしたらグレーから詰められるっていう話になるんだけどね。これでもし7に偽でその守らせといて守れなかったっていうのは結局9番って俺らには色落としてないから結局5番の色っていうのはわかんないんだよね。だからもし芯切るっていうんだったら、うん、9番守りはあの絶対っていう感じだったけどね。別に強人さ、騎士が透けてもらそれって意味ないか。残りのグレーのオーカーにつないと意味ない ないから5の移動を一番知りたいわけだから明日っていうのは9が生きてないと困るわけだからだったら俺は9守りしてほしかったけどね全員に、うんまあ、これで黒く見られるんだとし仕方ないけど56だと思って今日は5番に出ます3番のプレイヤーが発言しますいやー占い師から言ったら明日からどうするん俺6番さんの案に賛成やったけどな <laughs> 役につけ手つけるんやったら騎士からじゃない で、ただ、まあ、2番さんが7、1が例の守れっていうのは、それは飲める。占いから手つけてしまったらね。おい、6番さん、村で置いたけどな。占いから手つけるなんてありえんと思うんやけど。明日の占い結果、落としてもらうと困るんじゃないって思ってる。で、4、号審議つく ?5 の方が審いとは俺思ってるけど、今日は、 役かかららら手つけるんんやったらからななじゃないグレーから行くんなら僕8番さん行きたいかな占い提案した明日から新議どうするんですかって話だから9番さんもここは占いから行ったらいかんと思うけどねグレー手つ,つけて172ね例レーナー守ってもらったらええんちゃうんと思ってる、ね。 お6番さん全然ムラりあると思うけどね。ただ、クロス合衛っていうのはおかしな話になるけど、9をとりあえず生かさなあかんから。それで占い勘できたら占い勘できたら。<laughs> じゃあどうすんの、ね、占い二人残して。今日、グレーから行きましょう。俺、グレーから行くよで。2番さん、グレーズリり飲んでないことから、まあ、28乗らんで僕は行きたいかな。まあ、みんな僕も入れてもえええよ。36入れてええよ。終わります。 全プレイヤーの発言が終了し。何言ってんだよ。俺を悪者扱いすんな。次、めっちゃゴミ、ゴミ、ゴミ。ゴミ出し忘れたのえ、強だよ。<laughs> 投票が終了しました。マジで言ってんのか。追放されるプレイヤーは。 あなたは、他のプレイヤーにより追放されました。<番>遺言を発表してください。やばすぎでしょ。覚えて、まあ、いいですけど、覚えておいてください。あの、覚えておいてください。これは、占い師二人、騎士二人の場合は、占い師をローラーします。で、カリードにクロス護衛してもらう。サンバーさん自身も言ってたけどさ。占い師をクロス護衛してたら、ね、占い師をクロス護衛してたら、霊能を守れないでしょ。 だから、霊能、位置してる霊能をクロス声させるの。だ狼視点、狼視点ね、すごい、み位置が難しくなっちゃうじゃん。だって、霊能を噛んじゃったら、騎士どっ、あの、騎士、どっちかに守られるわけだからさ。キューバーさん噛めないじゃん。で、残った、あの、騎士の方も占い師守るわけじゃん。だから、噛みづらいの。狼の髪をさせづらくするの。狼視点に立ってみて、 どこ噛もうかって考えてみて。難しいでしょっていうことなの。だから占い師ローラーなの。まあ、これは覚えててください。うん、これは、あのー、鉄板だから、占い師2人騎士2人。まあ考えてくださいね。うん、考えたらわかるから。クロス声をさせるため、狼の髪をさせづらくするために、交代交代でやるの。6番さんの作戦だと霊能噛み抜かれちゃうの。で、 グレーいっちゃって白を釣っちゃうと明日占い師の決め打ちその次騎士の決め打ち最後グレーの決め打ちっていうとんでもない難しい盤面になるのこれは覚えておいてくださいねでも僕は狼だからだ会ってたじゃんってなるんだろうな。 お前もどうやら迷ってるみたいだなだったら自分の直感を信じろ夜僕もわからんかったからな最初昨夜は1名の方が亡くなりました7番のプレイヤーが発言します <laughs> はい、えっ、ー、と、言われた通り9番もったんですけど、1番さんで懸念だったのは、私8番黒だって言ってたから、まあ、そりゃいいんですけど、なんか8番さんがクロスって言ってて、それにこうの、九番、そう言ってたのに、なら,らずになんか急に、なんか、うーん、なんか優柔不断だったっていう態度がちょっと、全狼っぽいと思った。 だから、強全の、あの、占い師が強全で出ることっていうのは、なんでかっていうと、あの、霊能に、もし釣られた後、霊能に占ってもらった時、白出たら、強全か線かわからないんですよ。そこでもう、白出たら、その、もう一人の人が、<laughs> ほら、8黒だな、ね。いないって分かっちゃうけど、うん。だから、うん。おそらくだけど、一番は人狼、人道。 かな8番の人狼でしょだったら、あの、あと、何番だっけ ?2、3か。うーん。普通に4番の占い師ローラーって本当に無駄にあると思いましたよ。あの、3番がそれは言ってたんですけど、普通に、あの、線であれ、あの、普通にどっちか分かるじゃないですか。あの、 線路が分かる場合があるじゃないですか。からそんな感じですかね。以上です9番のプレイヤーが発言します、はい、えー、えー、と8黒でした。うん。ってことで、えー、3番さんは白はじきもします。今日は占いどうしようかな。あ、占い強人。ええー、となんで5番さんは7番さん入れてるの <laughs> えなんで5番はせめて4でしょ ?5 って。で4はどこ入れてるんや ?4 は6か。あ,あまあまあ4、うん6はまあまあ分かりますけど。5番がなんで7入れてんのっていう話。うんと <laughs>、どうしようかな。うんで1も8入れてるから、ここで8投票っていうのは、ちょっと1は、うん、あんまり黒用黒っていうふうには追ってないかな。 えーっと、どうしようかな、今日占い、うん、占い、行くなら、うんど、いや、どうしようかな、昨日う、サンバさん8、8入れた理由、5行こうとしてたけど、サンバさんの,あの最後のね、あれで、しっくりきて、あの、うん、8に入れたけど、苦労してよかった。うん、しっくりきたの えー、どうしようかな今日2でいい <laughs> ダメやっぱ ?1 今日あでもそうか1今日としたら4五どっちかローになるのかそれが最先端なのかうんーちょっと発言聞いてくれますね1番のプレイヤーが発言します はい、よろしくお願いします。えー、今日、今回ね、5守ったんだよね。なんか5番って結構みんなが叩かれてるようなイメージだったから、5もしかして噛んでくるんじゃないのかなっていうふうに思って5を守ったってことですね。はい。で、今回、自分目線も7強なんだよ。で、8人狼でしょで、なると4五どっちかに1人狼いて7が強なんだよね。<laughs> うん。で、6白でしょで、なると6五うーん。 ってなるとね、正直4ならでなるのかなっていううふうに思ったんだよな4人だかなっていううふに思ったんだよな6白で落ちてるからで俺8に出た理由ねあなんか3番の説明であっそ,そういうことかっていうふうに思ったから <laughs> 8に出たってとこなんですよ、ねうん、だからもうどこにそういうことかって思ったんだよな2番のプレイヤーが発言します うん、9番さんに言っとくけど、もう23って確証になるから、そこだけは覚えておいてくれ。うん、8で黒出んのか。うん、てか、4号をどうだすればもう勝ちなんじゃないのこれ、騎士、心境で見てるから、うん、占いに振動とか別に、どっちつっても変わんないんじゃない、うん まあ、騎士が、いはい、勝負を個性化し、まあ、ないから。四千、ね。四千。うん、まあ、四号の話聞いて決めるけど。四、うん、号の人気投票でいいんじゃないって思うけどね。霊媒師が、つ、う、い、ん、先指定してなかったところから。四<し>号の話聞いて、どっち入れるか決めます。三番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、二番さんも村角で、大丈夫ですね。えっ、ー、と。 7番さんがね、強めに見えてきたけど、えーっと、ただ1番さんね、ご守り、9守ってって言ったやんって話。ただ、1番さんご守りっていうことは、今日9守れるってことよね、市が死にやったら。だから今日占い手つけていいと思ってる。なんで、4号の人気投票でいきましょう。4号の発言聞いて、発言先、あの、投票先決めますね。一番さんは9守りね。 5を守れるって言ったんやけん。ああ、じゃあ5を守ったって言ったんやけん。9守れるんやからね。7番さんは1守りしたから守れんってこと。じゃあ、えー、占い。クローズの方らどうするつもりやったんや。のプレイヤーが発言します はい、お願いします,そうです、ね、僕は今日5番から行ってほしいですね、占いなんで今日は。はいまあ、5番いって終わんなかったら1番でいいかな。7で僕白出てるんで、5つって終わんなかったら1、うん。まあ、僕も棋士は心境であると思うんで、で5番が6巻だ。5、6ラインで見てるから6かむことないんじゃないかなとか思ってたけど、まあ、でも8で黒結果落ちるんで、まあ、5つって終わりかなみたいな。まあ、終わんなかったら、まあ、7番は白結果出てることから1行って終わりみたいな。うん 5番の言いたいことすごいわから、俺もこの番目初めてだからさっぱりわかんない。クロス越えだとかなんか、岸がアンダラゴーダラとかすごい全然わかんないけど、うん。ま、僕目線5行って1行けば終わるんで、はい、それしか言いようがないかな。58のラインは、ね、裏に合わせてグレーズリって言ったときはよかったのかな。まあ、まあ8番が、まあ、2周目から異常に4の使命を高めにいったライン切りがあったかなって感じはしたかな、58で。はい。81は正直見えなかったから、5か。5番 グレーズリって言った方がよかったのあでもおかしい進行だしな。 ああ、ああ、ああ、あまあかああ、ああ、え、あ、あ、っ聞,聞こえます。すいません、ちょっと接続が <laughs>、えっと。えっと、えっと、自分さん、自分目線ではまあ4番、うーん、黒うん、なんか4番さんがそのローラで、えっと、自分、小川さんから釣って、その後、一とか、ちょっとよくわからなくて、普通に、えっと、自分芯裏なんですけど、 と占い二人つって終わりとかいう場面ではないんですかねちょっとうん、なんか自分、うん、なんだろうね、その、いこう自分を釣ってから、なんかその先を見てた、うん、感じがして、ちょっとなんか、カーチンしてる人狼かなと思いましたけど、って思いましたけど,けどっていうか、そう見えないですかうん、自分は4黒見てるんですけど、うん、まあ多分これ、人気投票になっちゃうんですよね。うーん。 まあ自分はまあそれ四4番言えますけどそうですねまあうんちょっと分かんないっすこの番目ありそうだ が終了しました追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してくださいはい追放されちゃいましたということでや話、5番って結局僕のことを何で見てるのか最後の最後まで分かんなかったですね今日で見てるといえばローで見てると5番僕のことを最初に今日で見てるっていうなら,す 1>, うなら1番釣り寄せばいいんじゃないって感じをしたけどなここまで来てあー なんで釣られたんだろう ?5 の次時点で1、5みたいな話したからかなうん。5番の言ってることめっちゃわかんないよこの番目、わかんないんで試合の後教えてもらいたいです。どうか。ちなみに本当に新占いだったんでって感じしか言いようがないかな。うん、村、どうなんですかねこの番目。勝てるんですかねうん、まあ、正直僕目線は5、1、どっちも、まあ、ローだと、ローなんで、 んだからそこで騎士が新強豪っていうのはちょっと僕は確定できるほどの心の持ち主ではないんであれなんですけどまあ5番の路面の方が高いかなって思ったんですけどはい以上夜が更けました人狼に気をつけてくださいうんうんうん 1番のプレイヤーが発言します。はい。<laughs> えー、ってなると、もう5つって終わりということかな。だように。<laughs> 5つって終わりってことですね。はい、まあ、今回、5いきます,いす、ね。い 2>, はい、2番のプレイヤーが発言します。 てかもう1の二世が透けたか5で終わんなかった1で言えば普通に勝てるかうん陣外2人がいつれたってことになるしたん,ん今日は5いってまあ1二世けてるけど5の方がどう高いから今日は5いこうか3番れてる、ねまあまあ、どっちからでも終わるんじゃないこれ15やろただ7今日はないよな い,いやいや7強やったら危ないから2番さん1番から行かないかんよ1は完全に2世やからいや違うんか7強で56やった場合が俺かいやでもちゃうちゃうちゃう一 1, 1はもう陣外確定なんよ9守ってないからだから1行ったらあと1人外しかおらんわけやからいこうっても一緒だろ終わるんじゃないいやいやもうこの時点でもラストラはないわ1から行きましょう2番さん 一からいって終わらんかったらこうや。やばすぎでしょ。終わるんじゃない。何が強人やったとしても。いや、一から行きましょう、一から。岩<あ>さん、一から。これ、人間えっと、終わろうと思って追加をしてもうた。<laughs> ごめんなさい、終わります。五番、のプレイヤーが発言します。え これ位置が人外核じゃないのちょっとこれ、俺1回接続切れてログっていうか、このチャット消えちゃったんで、ちょっと、あの、守り先見て、あの、見えないですけど、え、これ位置がが確定で、うんえ、その後、ということだ。なんで2番、まあ別に先を俺つったら危なくないか。ちんちょっと待って。うーんと、わかんねえな。 い結果 4? 4でもう片方残ってんだよね。あ,あ、違うわ。8が黒か。んいや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 。7死んだとしたら1つって終わらなかった。えどう,どういうことわかんない。1入れる。7番。 のプレイヤーが発言しますいやー、1番さんダメでさ、ムラスラしたらまあいいんだけど、村人としてはさ。うん、私、1 0になっちゃうけど、いいのかな。うん。えっと、私、普通にあの今日1番散ったらおしまいかなあの。なんで5番守ったかっていうと、45っていうまだその精査ついてないじゃないですか。その9番さんが死んじゃったんでね。うん。で、あの、 それで、守っ,ってないし、むらすらしてるし、しな普通になんで出てきたのかなって、<laughs> むらしらするぐらいなら、なんか潜伏していればよかったのにって思いました。以上です 東京が終了しました。追放されるプレイヤーは一番一番の遺言を発表してください。1年だもん。それ俺間違えたタイミング。ああ、本当に申し訳ないですね。ああ、言うの遅かったです,すね本当に申し訳ないです。自分目線もご覧 <coughs> え、だから、9噛まれたのは、まあ、俺、スムラだからさ、まあ、わかるんだけど、でね、ってなるとね、わかんねえじゃん、4の色って、釣られてくから、だからもう今回、5つって終わりなんだよね。うん、で、7、7が今日なの。騎士は、ね、?7、今日。騎士<岸>は <laughs> あ,あ、そっか、6もあんのか。 でなると、で2、3、3結構白かっ、白で置いてるから、5つって終わらなかったら2になるのか。あ、そっか。あ,あ、申し訳ないちょ。ちょっと頭混乱してるわ。ちょ本当に、もう終わったらもう自分叩いてくださいってことですね。はい。騎士出た理由 ちょっとなんかやってみようかなっていうふうに出て、消しに出ました。本当に申し訳ないってことです、ね。いはい。むう無になさすぎて申し訳ないです。はい。はい。まあ終わってから自分を叩いてくれていいんで、はい。本当に申し訳ありませんでした。お疲れ様です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。 7いけよ。何で2か <laughs> ま<よ>。かむなら7。いや、分かん昨夜は誰も死にませんでした。<laughs> 発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。いや、素朴であれ、それしとったら完全な戦犯でしょ。う っって思って思るんやけどもう5行くしかないと思ってるんやけどね俺釣り逃れで出てきた1番さん騎士やと思っとったんやね <laughs> 釣りで入って騎士って使用したでしょで7番さんはえ何、ー、初日からあの二角二角じゃないな白角になったら噛まれるのかなという噛まれ懸念を思っとったんやねだから騎士対抗で出る理由は分かるんよ。まあ今日5番で 終わらんかったら2番さんってことにはなるけど7が今日じゃないことを祈るだけかな5いきます終わります5番のプレイヤーが発言しますなるほどね えっと夜が更け人狼ゲーム終了村人陣営の勝利ですディスキオリネジョーズじゃなマジ あれわかりました。信仰<私>は占い釣りですよ。これは私が狼じゃなくても言ってます。あの、もし分からなかったら、あ、じゃあ検索してください。ね、じゃあ分からなかったら検索してください。212、えー、人狼って検索して,てください。1個だけ言っていいですか一個だけ言っていいですかはい,はい。はい、占い師釣ってどう村を信仰するんですか占い師釣って、<れ>あのじゃあ、じゃあ仮に私が白だったとしますね。えー、すじゃ いい占いを1日で決め打つって言ってるんですよ八番さん占いを1日で決め打つ違う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 6番さんちょっと待って6番さんちょっと待って八番さんが説明してもてあ,ありがとうございますあの占いを決め打たない決め打ちを発生しない方法ですローラーですローラーだから4と5を釣り切るんですでえっと9番さんの結果が黒だったらそれで止めればいいし違うかったらローラーすればいいじゃないですか決め打てないからこそローラーをするんですローラーってのは決め打ちをしない方法なんですよ、うん 違う違うどう村進行するんですかそれであ、八幡さん、あのね、その、占いを釣ってしまったら、二日目以降の結果が分からんっていう話なんですよね、村目線。あ、じゃあ、わかりました。じゃあ、例えば、じゃあ、私が白だったとします。じゃあ、釣られましたね。私、白だったとします。じゃあ、4番さんと5番さん、どっちか決め打ちなきゃいけないです。で、占い結果、両方白白でした。どうやって決め打ちしますかあ、白結果が出たら、また、いや、それは、それは人狼、<も>人狼の神崎にもよりますよ。 だから、9<お>、えー、を捨てて、えー、占いを生かそうとしたんですよ。だから。どうやってそれは紙一によりますよ、人狼の。じゃあ6番さんも白で噛まれてましたってなったらどうやって決めするんですか、えー、だから、そしたらよ、えー、と4が俺に白出だし、5番がどこに白出だし,しました三 ?3 番です。3番ですよね。その場合っていうのは、 えーっと5が俺に白出して4が3に白えー、っと5が4に白出してで8番さんの色が分かんないってことでしょ白か黒かそうですね霊能噛まれますよそれだったらどうやって決めするんですか4と5も決めしなきゃいけないですよ確かに <laughs> だから決め打ちで,できないのであの占いか 狩人どっちかローラーしなきゃいけないんですよ。だって、あの占い師2人。2> あ違う違う,違う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 。うん、あそうだ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 。そうだ。そうなったら狩、狩りから行きたいですね、うんえっとか。えっと、結局さ、今のめちゃくちゃ強かったじゃないですか。一番さんが破綻したじゃないですか。それってなんでだと思います、はい、狩リうドを釣らなかったからなんですよ。すね、狩人を釣らずに一番番さん番さんん七が えっと、9番さんでクロス越えしてくれたから1番さんは結局破綻したんですよ。ああそうですね。そうそうだからここは占い結果よりもあのレ・カリードのクロス越えの方が強いんですよ。私もね正直あの分かんなかったです最初。だけどめっちゃいろんな人に教えてもらってであの検索しても出てきますよ212スペース人狼でグーグルで検索しても占い釣りからって出てくるぐらいもう鉄板なんですよそれが。 僕はやっぱ、まあわかります、それも。僕もなんか、うん、占いね、せっかく能力一番強いのに、そこから手をつけるのも,もったいなと思うんですけど、狼視点で立ったら、多分五5番さんが一番分かったと思うんですけど、めちゃくちゃ噛みづらいんですよ。霊能も噛めないし、狩人も噛めないし、占いも噛めないんですよ。そうですね だから6番さん噛んだでしょだからめちゃくちゃきついんですよ、オオカミ視点。グレー噛むしかなくなるから。いみどころがまずないで、ね。そうそうそう。ああ。オオカミ目線、占いから言ってもらった方がよかったんですかいや、オたんでん逆ですよ。あ<ー>あのだって、私、オオカミ、結果的にオオカミでしたけど、<ー>6番さんの意見に乗ってたら多分、もう余裕で勝てましたよ。だって、明日決め打ちなんですから。えー、待って、<ー>一言だけ言、一言だけ言って、はい、っマジで言わせて。8番さん、ごめん。 <laughs> いやい大丈夫ですよ全然あの私はだ,だってグレーから行くって言って多分なんか、まあ、適当にグレーの黒を下げて白釣るじゃないですかで明日4号の決め打ちで例えば5番さん釣られたとしても今度は1七番さんの決め打ちもしなきゃいけないんで勝ち筋めちゃくちゃあるんですよ。いや僕ねあのみんながグレー釣りから行くっていう発言やったらもう占いか棋士から行ってもよかったかなと思う。 <laughs> なんでだただグレー1からグレー釣りって出んかった8番さんが一番怪しく見えて占いを押したんが怪しく見えてほんで2番さんはグレーでもっていう話をしたんでまあ2番さんちょっと置いとこうかっていう感じだったんですよねただ8番さんで白が出とったらまあどうなってるか分からんすよね2番さんもあれじゃないですか占い釣りえ6番さんの進行を無駄ないって言ってませんでした<村>言ってました8番の 絶対あってから、俺はもう5ついたかった。まあ結果8クロだったから良かったけどね。守り先だけの話でしょ、それは。クロス防衛がムラりないっていう話だったでしょ。僕はまあ971で守ったらええやんっていうと思っとったんで、今度は結果は出るんで。これ、俺はどうするのが正解だったのおばあさんは頑張ってしてたと思う。<や> <laughs> 初日でも俺はいずにでも私5番入れてましたよ、普通に。いや、これ初日だってい占いだったら、もう俺、釣られてたんじゃないかなって思ってたんですけどいや、僕、4に入れてたかも。だって、3、四を懸念してないってことは、あの強人ではないじゃないですか。で、4を強靭と置いてるんなら、強、え、靭、ーえー、で置いてるんなら、芯で出てきて、牢が出てくる可能性があるから。 3C を懸念してもええんじゃないかなと思ったんで。なるほどですねあのどっちみち5番さん釣られてたら霊能の9番さんがご苦労になるからそこからまた考えればいいじゃないですか4番さん釣らなくていいしその結果を信じればいいんで。で4番さん釣っちゃってたら白が出るから5番さんを釣ればいいじゃないですか。そうだから まあ正直、狩り二人出ると結構狼が結構大変になるっていうのはあります。正直ね。もう本当に申し訳ないです。マジで。えー、自分先般。一馬さん、強人よ。僕、一郎と思ってましたよ。<laughs> 俺狂強っですね。<laughs> ああ。それなら狩りうどで出るより、霊能対抗出た方が、人外からしたらそっちの方が。 強いのかなそうだ、ね。霊能で出て欲しかった、ね。霊能で出た方が良かった。もう心霊のいると思うね。やりづらい。やっぱりね、あのー。狂人が騎士出ちゃうと、上地ってなくなるから、あんまり。あのー、黒りって。ないんですよね。デメリットの方が多いんですよね。ああ、なるほど。 うん、だからあの強人になった場合は潜伏するか霊能対抗出た方が強いと思いますよ、うん、人外からしたら正解わかりましたじゃあこれから強人出ますあ強になった場合霊能出ますねまああの強人に潜伏するんだったらめちゃくちゃ最後まで生き残る自信があってかつオオカミの人が有能じゃなきゃいけないのでそのグレーズリになるんでグレーのオオカミが釣られなく あのつられずに、強靭が勝つっていうルートになるんで、基本的には霊能に。迷ったら霊能に出るのがいいですね。ねわかりました。ありがとうございます。強靭一番難しいですよね。強靭僕絶対負け越せてますもん。 なんか4番サンダーのローダーは結構無駄にありま,ここりますよね。8番さん、対戦回数少ないのになんでそんな詳しいの人狼札ワ1で、まあ、めっちゃやってましたから、ね。私も人道札ンやってました。僕、これしかやってないです。あ結構いるんだね。3D から入って ちょっと僕一旦抜けるんでホストさん変わってもらっていいですか？あ、自分も抜けます。ありがとうございました。待ってます。はい。お。